そう、皆さん楽しみにしていてください。お楽しみに。安部さん51件ありがとう。文兄ちゃんさんこんばんは。安部さん一時期よりチョコありがとう。舞浜来てくれるんだって。そうですね、舞浜行かせていただきます。スナーブスタンプ買いました。え、嬉しい、ありがとうございます。そう、あのなんだっけ、あのあれよね、それはキビーっていうスタンプが採用されたということで、みんな使ってくださいね、それはキビーって。そういう時はね、結構室並べには訪れるので、あ、それはちょっと厳しいなみたいな、そういう時に使ってください。セイナさんこんばんは。ファイナリストライブ申し込みたいって、ぜひぜひ。まあでもちょっと今はね、こういう時期なのでね、無理はないように来てほしいなと思いますね。対策をして、まあユラもなんですけど。ハローさん、誰もありがとう。タメタメさん、アサペオさん、なんだっけ、チョコありがとう。チョウちゃんさん、ゲイでもいいよ、ありがとう。マッチさんこんばんは。何歌うのかな、歌う曲はもう決めたりしとるんって。まあもう、まあいろいろ練習はしてますね。タメタメさん、ハート100個ありがとう。チョウちゃんさん、チョコありがとう。あっちゃんさんこんばんは。キューちゃんさんこんばんは。タメタメさん、ハート500個ありがとう。カワミータンさんこんばんは。ストリートめっちゃ楽しいって聞きましたって。マジ誰だろう。山地さんは矢野さんですかね。マサピョンさん、ハートありがとう。タメタメさんもハートいっぱいありがとう。そう、スタンプ、2つ目のスタンプ、ヒントとかはまあ言えないですね。まあ予想してください、みんな。ミニバードさんこんばんは。ハローさん、誰もありがとう。中里さんこんばんは。ソラさん、キヨ兄さんこんばんは。マツさん、かわいい、ありがとう。かいわれさんこんばんは。ゆうくんさん、バラありがとう。キヨ兄さん、ギリでもいいよ、ありがとう。マサペオさん、イチゴありがとう。マグリクリちゃんさんこんばんは。キャベツの炒めさんこんばんは。ゆらちゃんの選曲楽しみって、本当？マグリクリちゃんさん、バラ言ったよ今、ありがとう。ジジイさんこんにちは。キヨちゃんの選曲は何これ、ちょっと妹からめちゃめちゃね、 LINE でね、通知来ててね、みんなのコメントが見えない、ごめん。キヨちゃんの選曲はいつも意外すぎて予想できません。本当ですか。そうですね、なんかユラ的には、いやでもユラも楽しみ、めっちゃファイナリストライブ。夢のちゃん、ギーでもいいよ、ありがとう。タメタメさん、イチゴありがとう。ラーニーさんこんばんは。そう、イモちゃんの通知がさ、今5通、あ、また来た、なんか多すぎてさ、ちょっとね、黙ってほしいんだけどね。そうね、ファイナリストライブはね、なんかめっちゃ楽しいって聞くじゃん。そう、もうなんかね、めっちゃ楽しいんだって。本当に出たことないからわかんないんですけど、めっちゃ楽しいんだって。
にもちゃんね、相談ごと、そう、相談ごと今めっちゃ LINE で送ってきた。そうね、そう、開催できることがね、ありがたいですね。そう、舞浜です。舞浜だよ。舞浜、舞浜すごいな。だってさ、すごくない？しかもさ、あんなにさ広い会場でさ8人だけでさライブする、あ、間違えた、9人ですね今回は。すごくない？見てこれ、ゆらがね、今日ね、サインを書く機会があったんですけどね、事務所に行って今日。でもね、自分のサインをね、途中思い出せんくなって、でここに書きました。やばくない？自分のサインをさ、忘れたんだって、頭の中で。え、どんなんだったっけと思って。だからこれをここに書いた、メモ。思い出せてよかった。そう、思い出してよかった。2月に行ったんですか？すごい、去年行った方いいですね、とても。ガッチさんギリでもいいよ、ありがとう。シンさん、なんでや。ゆらさ、シンさん、多分ゆらが思ってるシンさんと違ったら申し訳ないんですけど、ツイッターでなんか結構割とゆらのねことをねいろいろね書いてくれてるの見ますよ。今車配信もうしすぎてね、ちょっと申し訳ないんですけどね、ちょっと許してくださいみんな。ガッチさんギリでもいいよ、あまがりくいちゃんさんもギリでもいいよ、ありがとう。ハローさん、バラありがとう。チョウちゃんさん、かわいい、ありがとう。ノーコメって、ノーコメの時点でもうコメントいただいてます、ありがとう。クミックスさん、こんばんは。あ、やばい、手から落ちそうになった。ともくんさん、まるひろさん、こんばんは。世界で一番素敵な、サイデさん、お疲れ、ありがとう。ね、ちょっとやっぱさ、でも楽しむためにはね、本番までにやっぱなんか練習はしないといけないなと思って、ちょっと頑張ります。楽しむほどのね心の余裕をね持ちたいですね。はい、年度末頑張って仕事終わらせようと思って、みんな頑張ろう。ダイクのケンさん、こんばんは。放送もそうあるけんね、まあちょっとあれだけどね、日にちは先になるけど、本番よりはね。トヨちゃんさん、チョコありがとう。そうだよ、キビーは厳しいって意味。しぐらい言ってよって感じですよね。キビーって厳しい、しがないだけなのにね。
そう、厳しいですよ。厳しいっていう意味を厳いって言います。生放送でないのは初め…え、そうなんですか。配信でも言ってる。でも最近はさ、言ってなかったよね。前めっちゃ言っとったよね。厳しいことが多かったんですかね。厳い広島弁じゃないと思うよ。何弁でしょうか、わからん。ゆうじさんこんばんは。そう、3月26日に開催されて3月31日に放送されるというね。ゲットしたスタンプ、え、ありがとう。ゆうじさんもありがとう。え、きびひ、え、広島弁なん、すごい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 。そうよ、そんなこと言ったら優しいは野菜になる。もうそういう感じですよね、もう。わかんない、キビ広島弁なんかな、知らない。じゃあ勝手に広島弁を使っとったってことか、ゆらが。わからん、キビ、わからんない、広島弁らしい。ゆらも知らんかった。ゆらも知らんかったよ。知りましたね、今日勉強した。ゆらもキビーは広島弁なんだですね。普通に使っとったわ。タワンとかはね、よくあるよね、広島。ゆらもそれは広島弁っていうのは知っとるよ。マジロンさん、ハート100個、ん、ハート100個ありがとう。ゆらちゃんの周りもキビー使う、使わん。使う人おらん、ゆらだけ。え、広島弁なん、すごいね。じゃあやっぱりさ、ゆらは広島で生まれたけんさ、もう知らず知らずのうちにさ、あの広島弁を使っとったっていうことか。なほちゃんこんばんは。ね、ゆら語じゃなかったっぽいですね。普通に広島弁らしいですね。どうなの、わかんない。でも初めて知った、すごっ。そう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 、コメント拾ってくれなくて、なんか、いや、なんか、あのちょっとね、あのその内容、その内容について話してるときはあんまりコメント読めないときがあるので、ごめんなさいね。そのあの今は広島弁とかそういう話をしてたから、ちょっとそれのに関係してない話だったから、ちょっとコメント読めてないのもあります、ごめんね。たまにあります、そういうこと、ごめんなさい。ゆっくんさん、えにちろけんさん、こんばんは。メンバーで一番広島弁なのゆらちゃん。え、全然、多分ゆうなちゃんとかの方が広島弁ね強いと思う。でも愛子寺にも結構広島弁喋っとるよって言われた最近。いや、そうなんじゃと思って。キビーを調べたら2016年今時言葉にあった。え、そうなん、ちょっと分からんね。どうなんでしょうか。でもね、さっき教えてくれたクロちゃんさんも多分広島の人やけんね、広島弁って言っとったけん広島弁なんかもしれん。でも分からん、どうなんじゃろう、分からんね。ゆうじさん50カウントありがとう。タワンは届かん、届かないっていう時、なんか高いところに物があって届かん、届かない時にタワンっていう。そう、赤山フラーさんハートありがとう。めっちゃ広島弁、マジ。インディーさんこんばんは。
友達と話してるかも。ミッシーさんこんばんは。広島のメン STU の人だったら、出身の人だったら、そうですね、ココアさんとかミニオシさんとかミチさんとか、千穂さんとか、他にもいると思いますが、そういうのか。むっちゃんさんタコありがとう。ワイが勝手に使ってただけやった。あ、で広島弁じゃないってこと。え、もうわからん、どっちやるわからんね。難しいですね。ご飯食べたよさっき。してよとなってから広島弁を聞くようになった。まあ確かに。え、タワン岡山も使うん、すごそうなの。お、ひかんダイナスさん50カウントありがとう。何々震災、あ、何々震災とか。でもね、それはね、ゆら言わんかな。どっちかといえばなんかお母さんとかが言う震災とかは、あんた何々震災みたいな感じで言うかな。ハローさんハートありがとう。大義、あ、ゆらね、大義あんま使わんのよね。久々に言った。あ、今年初めて大義って言ったかも。ゆら大義って言わん、面倒いっていう。大義言わんね、ゆら。めんどくさい、めんどーいっていう。わしも広島、え、そうなん。まさぴょんさんも広島だったの、初耳ですね。そうね、方言は意識せんよね。ほっぺ、そう、今日はね、部屋におってね、ずっとこのモコモコを着とったけんね、ちょっと暑いですね。しかもマスクをしてたのでね。えらいってみんな言わん、言うくない。えらいって日本語じゃない。え、わからん広島弁じゃないよね、えらいって。てか待って、全然さ、ファイナリストライブの話と関係なくなってきてる。どのぐらいからさ、方言の話になったんじゃ。あ、スタンプか。そうだよ。まあ面白いよね。広島の偉いは、偉いとは違う。あ、偉い、あ、そういうこと？分かったかも。偉いこのチョコレート高いなみたいな、そういうこと？偉い、え、そういうことやない？偉いこのチョコレート高いねみたいな、そういうことやない？なんかあるよね、そういう言葉。偉い。あ、そういうことだ。めっちゃとかそういうことかな。それも結構なんかね、あのお母さんとかが言っとるイメージがある。ゆらはあんまり使わん。あ、そう、ずいぶんとかも、そうずいぶんと、めっちゃってことかな。えらいこの店なんちゃらだねとか、そういうことやね。そういうことか、なるほどね。そうそれですね。今度うちの方の方言も教えて。え、教えてほしい。栃木、いや栃木の方言って分からん。教えてください、ぜひ今度オンライン話し会とかで。母が広島市、え、すごい、そうなんですね。
そう、じゃあお話し会で待ってますよ。唇の乾燥がすごい今日は。謎にさ、そうだよ、広島弁配信みたいになってる。家はついてない、今ね止まってる車が。ふー、ハローキティ、焼きたてのポップコーンはいかが、キティはみんなの焼きたてのポップコーンはいかが、おこりんぼの優しいキティと一緒なら、キビはツイッターやセンス、じゃああれじゃないんか、広島弁じゃないんかな。うん、おネーム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 、何で止まってるの、コンビニ、薬局、薬局です、なんか買いに行った、なんだろうね、マスクとかかな。マスクとか買いに行ったんじゃない。なんかもうちょっとでね、家のねマスクがねなくなりかけてたからね、多分それを買いに行ったのかな。サイデさんお疲れ、ありがとう。シートベルトの位置、そうそう、ちょっとマジでちょっとおネームだわ、おネーム、おネーム、おネームのおネーム子、眠いよ、何曜日だっけ今日、木曜、あ、今日木曜日、明日で平日終わりじゃないか、早いやんけ、いやとても今日皆さんにねこう出てよかった、なんか嬉しいですね、ファイナリストライブの日がみんなに、なんだろう、告知、とても嬉しいです、なんかあれですよね、なんかみんな結構毎日配信の中で1回は絶対にファイナリストライブのね話、なんかいつなんだろうね、いつなんだろうねってコメント来とったけん、そう、すごい今日ね発表されて嬉しいですね、なんかその日までにさ、なんか頑張ろうとか、まあ、ゆらも思えるし、みんなもなんか思ってくれてたら嬉しいですね、そうだよ、2月は去るっていうからね、すぐ終わっちゃうよ、あ、違うわ、あと3月が去るか、2月は逃げるだから、
だよ、もうね、本当にね、もうずっとね出たかったからね。だってもうそもそもね、今回の大会で私はもう本当にファイナリストライブに出てライブがしたいっていう思いがあって頑張ったから。サイデさん、お疲れ、いっぱいありがとう。チェケンね、6枚目のお話会再販始まったってみんな、ありがとう。クロちゃんさんだってみんな、ねえ、もっと話そうよ。ファイナリストライブの日にちも決定したことだし、どうですか、ファイナリストライブ終わってその後に話しませんか。みんな何か感想を言ってくれない、みんな褒めてくださいまだ始まってもないのに。あ、星野まさきさん来た。そうなんですよ、ずっとね楽しみにしてくれてたのでね、絶対行くよってなってますね。そう星野まさきさん本当にそう、もういつも楽しみにしてくれてたので今日出てよかったですね、とても。そう、みんな追加応募みたいなのぜひぜひ。いっぱい話そうねって、いっぱい話そう、みんな、うん、今日ツイッター見てめっちゃ嬉しかった。もうユロも思ったよ、出て、あ、みんな喜んでる、あ、星野まさきさんとかもめっちゃなんか喜んでそうって思った。そう、よかったです。髪型も変わりましたから。でもさ、4月までにさ、また変わるくない、絶対。もう2ヶ月ぐらいあったら、2、3ヶ月あったら。前浜。前浜です。話し会はお腹いっぱいだけどまだ入るかな。そう、マサピョンさんもめっちゃね話せるよね、ありがとう。本当にいっぱいお申し込みしてくれて、まあ腹68分目ぐらい、いや腹98分目ぐらいまででお願いします。ケンマンさん、ありがとう、こんばんは。そう、ほぼ満腹です。今月どこかに現れました。 お話し会待っております。そうよ、僕隊もあるし、4周年もあるし、ファイナリストライブもあるし、オンラインお話し会もあるし、もうすごいね、本当に。木田ちゃんとも話し、え、本当？待ってますよ。星野まさきさんね。じゃあファイナリストライブについて話しましょう。ハローさん、バラありがとう。2月はもこい再販のおかげでくさん、え、マジ待っとるよ、ゆめのちゃん。ねえ、アンフィシアターいいよね、めちゃ丸いこういう会場すごいいいなって。てかね、舞浜でさ、一回2期生も出してもらった時に、
ステージ立って、あもうガチライブだなって思った。ガチライブ、本当にね、ペンライトの見え方とかがガチライブだなって思って。そう、夜の部は上手最前列。あそうなん、あなんか言っとったね、けいちゃんさん。そう聞いたことあるよそれ、覚えとる、前ね教えてくれたね。アムシアターは後ろからでもとても近く、ほんまに。じゃあどこの席でもイエイエイって感じ。兄弟1年なんですよね、2回目のファイナリストライブから。すごいな。それでね、今日今年のやつが発表されたってなんかすごいよね。いやもう本当にね、もう今から本当にもう練習をねちゃんと頑張って、もう本当に楽しめるようにしたいです。本当にもうなんかね、あんまり緊張したくないよね。だってさ、楽しいライブなんかさ、あれは大会だったじゃん、今までは大会だったけさ、やっぱ緊張したけど、ライブじゃけんさ、もう楽しみたいなと思う、本当に。だからね、楽しむまでにね、持っていくにはね、やっぱそれまでに練習とかいると思うけん、頑張りますね。あ、やばい、メール送らんといけんということで、そろそろ終わろうかな。うん、おすすめは5月5日の6時間目感謝枠、またもし出たら、あのカラオケ配信、カラオケボックスでの配信したいです。メール申し込みました。え、本当？ホリエモンさんありがとう、嬉しい。そう、もう一個監視枠ちょっと希望としては出したいなって思います。でもで、みんなにね、みんなと一緒にまたあのカラオケボックスでの配信を、また違う曲とかでもやりたいなって思う、思いますよ。はい、ということでちょっと終わります。ランキングを読みます。なんで真似するん？は？やば。やっば。はい、ランキング読みます。ちょっと待って、ちょっと待ってねえ、ちょっとさ、パパが笑うけん車が揺れよるんやけど、パパとママが笑うけん。はい、ランキング読みます。13位てっちゃんさん、12位まさいてさん、11位斉藤さん、10位はるさん、9位ホリエモンさん、8位ゆっきーさん、7位赤いマフラーさん、6位とよちゃんさん、5位むっちゃんさん、4位もひかんないなそうさん、3位大村さん、2位まさぴょんさん、そして1位はトゥルルルットンたむたむさん、ありがとうございます。いけいけゴーゴー、いけゴーゴー、今日もたむたむさんは生きてるよ、ありがとう、ありがとう。じゃあみんな、明日は金曜日なので平日最後なので頑張りましょう。おやすみなさーい、バイバーイ。